はい、こんにちは、ピカーですけどね。グランツーリスモ7やっていきたいと思います。今日は何をするかというと、はい、こちらを買っていきたいと思います。グループCカーのポルシェ 962C ですね。いよいよ来ました、本命グループCカーポルシェ。これを買っていこう。88年のモデル。やっぱりグループCカーってさ、ほんと今考えても相当やばいよね。相当やばい。これがやっぱりどうなるのかっていうね、ここだよね、ここ。はい、早速じゃあ乗っていこう。それでは 962C 見ていこう。うわ、内装こんな感じ、かっこいい。右シフトだね。おお、右ハンドルなのに右シフトみたいな感じだね。かっこいい、内装かっこいい。何にもない。ブースト 1.3 だね。ブーストメーター読めた。まあ今より結構シンプルだよね。冷却のね、この冷却ダクトがついてるっていう。これ冷却だよね、確かね。これでなんか空気を抜いてるのかな。で、抜いて空力的にも良くしてるみたいな感じ。うわー、美しいデザインというか、まあ俺たちの時代ね、俺もう52歳だけど、こんなので遊んだよね、よくねっていうね。スーパーカー消しゴムにもこれあったよね。あったあった。プラモデルでもあったな、タミヤのプラモデル。知らんけど、確かあったような気がする。ラジコンでもあったよね、こういうのね。はい、それではやっていこう。今日はね、二軸のね、モーションシムでやっていきたいと思います。こんなんね、二軸のモーションシムですね。こことここにシリンダーがついてて、これがね、伸びたり縮んだりすると前に行ったり後ろに行ったりもするし、こうね、斜めになったりもするっていうね、そんな仕組みでございます。レーシングミディアム設定でこんな感じなんだ。まあちょっととりあえず一旦デフォルトで乗ってみようか。さあ、モーションシムでやっていこう。ほら、なんかリアすげえ安定してる。まあ、むしろアンダー、変なアンダーが出る。おお、速え、めっちゃグリップする。やば、何これ。はいや、はいや、何これ。体が前に動いちゃうんだけどさ、でブレーキとの距離が詰まっちゃうんだけど、これがそれちょっとおかしいでしょってみんなおっしゃいますが、シートベルトが緩んでる時にこのぐらい飛ばしたらこうなりますよ。でもね、ちょっと体って動くんだよね、実はね。いや、しっかりシートベルトしたら動かないけどね。まあ動かないように、お腹の肉とかがついてるとさ、俺みたいに、なんか肉が食べる分体が前に出ちゃうんだよ、思いっきり締めててもっていうね。体を張った言い訳してるよ俺。そんな肉ねえから、もう20キロ減量したわな。もうすぐ腹筋割れるから。横に2つにそれ三段バラっていうか。うわ、めっちゃリア安定したけどね。これでも油断すると多分バーンって出るんだな。なんかめっちゃ楽しいんだけど、ないこれ、ないこれ、ないこれ。いいじゃん。3に入れたくない。怖い。うわー、怖い。こっから全開なんだよな。ブレーキのね、こう
奥に行く領土をさ一定にするっていう、そうするとブレーキの G が一定になるっていうね、この感じで、こうアクセルを抜いた時にブレーキをこうスーッて抜いてくる時に椅子がスーッて後ろに下がるから、ういーういーういー、ちょっと待って、それでこう G を感じるっていうね、それが面白いよね。いるともうちゃんとこうアクセル煽った時に G が一定になるようにね、なかなかちょっとペダルとかにもよるけどな実車の方がもうちょっと上手いと思う、いるとはね。ブレーキの効きがシムはちょっと分かりづらいんだよね、 G がないから。え、ここどんくらいでいけるの。ウェーイ、ギリギリギリ、ウェーイ、あ、これはあかん。はあ、行くぜ。ああ！ダメだった。ダメでしたわ。最後までいけんわ。最後までいけんわ。いけんかったわ。この揺れるの結構大変やな、大げさに揺れる。まあこれちょっと全部ね調整できるんだ、揺れ方もね。なんかおかしかった今。キャリブレーションが、あ、キャリブレーションおかしいな。シフトがちょっと今、シフトの位置がね、キャリブレーションがおかしくて。よいしょ。難しい。全然いけるね。まあ実車もし俺がこれをここで乗ってたらっていう感じで運転してますね。こんなぐらいしかいけねえだろうなっていうね、そこがやっぱり明らかに違うよな。やばいやばい、シフトミスった。もし実際だったらこんなにもいけんわ。さあ最後ストレートどのくらい出るかやってみよう。めっちゃプルプルするんだよ、めっちゃプルプルしてんだよこれ。さあ300キロ出た、306、308、309、
310。ああ、めっちゃ安定性、さすが。さすがポルシェやね。320。ってなる。はい、ということで、いやもう全然だね、全然ダメだねこれ。うまく走れないわ。あーすげえ動く、すごい、ちょっと動く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 、モーションよいしょ、これで止まる。はい、ということでやってきましたけど、いかがだったでしょうかね。ちょっとニュールを 962C でね、モーションシムで走るとこんな感じでしたね。いやなんかそうだね、こうやっぱ前後に動く感じが若干ちょっと変な感じもしなくもないけど、でもね横に流れるのが分かるんだよね。でそのやっぱ調整とかもできるんで、あ、これもセッティングしたいかなっていうね気がしました。はい、ということでまたねこれやっていくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。